香川、岩田がふわっと前、前田が行く、前田が行く、前向いて前田大然決まりました。1点返しました。 F マイナス34分。このボールが良かったですね。岩田だと思うんですけど、ちょっとファジーなボールって言いますかね、対応しにくいボールをわざと選択したと思うんですよ。でここのバウンドしている瞬間に前田大然は速くて強いんで倒れない。ここも軸ぶれない。でゴールキーパーもしっかり見て、やっぱり彼落ち着いてますよね、プレーもね。マルコスジュニオ、ワンタッチ、中川を狙った、渡辺浩太、渡辺のクロスを真ん中合わせ、中川反対、お題打った、ナイスキュアット、これが決まりました。左手に1回当てた大迫、しかし球の勢いが勝りました。追い上げの1点、エクバリノス2対3。その中での守備の時間が増えてましたから、まあ、そういうなるとやはり渡辺浩太のこのクロスに対しても同じラインに中川の後ろにオナイウがいるんですよね、はい、空振ってもここでいると。まずファーストタッチが足元に置いて、自分がもうあの相手背負ってもうフィニッシュっていうイメージ持ってますし、これも彼の形、はい、これ決め切ったっていうのはオナイウ大きいですね。渡辺です。ペナルティの角にマルコスジュニオル、渡辺浩太粘って折り返し、ヘディングきた、前田大然、途中出場の渡辺浩太のアシスト、追いつきました。 F マリノス3対3、前田大然です、今日2発。いやこれ渡辺浩太見事でしたね。まずねここのハーフスペースのところ飛び出して右足のアウトで残したと。でここ入ってこいっていう形でですね、パスあのニアにクロス入れたんですけど、後ろに逃げといて前にこう入ってくるこのスピード、この前田大然ですね、ここダイビングヘッドで突っ込みましたけど、本当に今日は非常にこうクオリティの高いプレーを見せ続けてくれてますね。マルコスジュニオル決めました。先制点が入りました。横浜 F マリノス、マルコスジュニオール2021年の初ゴール。さあそしてゴールパフォーマンスが出ます。まあ、非常にこう冷静にね、はい、まあ、サイドネットですかね、うん、ここもうまくかわして渡辺が今度はドリブルを使う、エウベルに入れる、ドグラス・ローリーとのマッチアップ、なんとか粘ったドグラス・ローリー。今度はマルコスジュニオール、渡辺、中央、小池だ、小池のシュートだ、小池のミドルレンジが炸裂しました。今日初スタメンの小池、右サイドバックの小池があそこにいる、これが F マリノスの攻撃的な布陣です。少し引っかかりましたけど、まあ、この後またすぐ切り替えてボール奪い返して、まあ、この一振りはね、まあ、見事な一振りですね。まあ落ち着いてましたし、まあ左隅ですかね、しっかりと狙って、まあしっかりとねこうボールに、まあ、パワーを込められてましたね。水沼クロス入れて前だ、決定的な3点目を入れました。前田大然です。ピンポイントのクロスですか。まあ、このクロスはね非常に精度高いですし、まあ、そこに対してうまく、まあ、ニアサイドに、まあ、前田選手もね、まあ、相手の前入ってますから、まあ、やはりこう自分のスピードもねしっかり生かしつつ、まあ、入り方もねやはりこう調子の良い選手のねキープしているのはゆるき、うんと背中側に入れた、右から真ん中、前田を狙ってきた、あっという間2分になろうかならないかという時間、抜けた中川、合わせた前田、ホーム F マリノス先手を取りました。いやここ中川のクロスに対しての前田の入り方ですよね。ニアに入ろうとして、まあ、
ファーにちょっと逃げるっていう入り方、素晴らしい入り方しましたね、はい。まあ、西川も少し触ったんですけども、まあ、中川のクロスも、ね、スピードあって素晴らしかったですし、まあ、狙い通りの得点じゃないですかね、F・マリノスとしてはね。阿部は強いパスを横につけます。プレスをかける F・マリノス、入れました、ゴールのチャンス、中川、後ろから前田大然、また前田です、また前田、 F・マリノスリード2点。いやー、つなぎのところですよね、伊藤のところで扇原がうまく引っ掛けましたし、まあ、中川もよく落としましたね、多分シュート打ちたかったと思うんですけど、まあ、ちょっとボール後ろ気味だったので前田に落として、まあ、前田も冷静に決めましたね。多少牧野は気になったと思うんですけども、まあ、調子いい時は打てば入るんですよね、まあ、そんな感じで思い切って流し込みましたね。これで前田はリーグ戦3戦連続ここ3戦5発という、岩田はマルコス・ジュニアが見えていた、マルコス・ジュニア流し込んできた、小池が決めた、これが F・マリノスクラブ通算1500ゴール J リーグ史上3クラブ目の1500点達成。急遽レフトバックに入った2戦連発の小池です。まあ、マルコス・ジュニオールも丁寧にパス出しましたけども、その前の岩田ですよね、あそこよく右見てましたね、はい。まあ、小池もやっぱりあそこ、ね、よく入ってきましたしね、マリノスらしい、小西が下げて福岡からの縦パス、これをもう一度小西が下げました。おっと前から奪った、ね、さあ前田大然スピードに乗った、前田大然4戦連発、前田大然覚醒するスピードスター、今日も取りました。あっという間でした。早いですね、 ですね。それでも、まあ、食われちゃいましたね。まあ、一つあるとするとバックパスを受けるときの、福岡のポジションが少し高く、もう少し多分下がって、なおかつ、まあ、右の方にフリーマンいましたんで、そこがおそらく視野に収まっていると違ったのかもしれません、はい。自分 の、 あのポジションが高かったので、オナイウ、天野、クロスを入れて前田大然、落とした、エウベル、初ゴールは見事なゴラスト、エウベル鮮やかな崩しを見せました、 F・マリノス。素早くこう、ね、クロス入れたんですよね。で前田大然とこれ距離がエウベルも近い、それこれ前にボール入った時にもうフィニッシュするんだよっていう、この体の向きにしてますし、この前田大然の落としからこれ逆サイドに、ね、よく抑えたボールをサイドネットにこう決めましたけど、力まずね、本当自分がこう決めるんだっていう体の向き作れたところも大きかったですし、あともう一つポイントっていうのはやっぱり天野のあのタイミングで深い位置までドリブルで運ばなかった、ここも大きかったですね。そして得たコーナーキック、場内手拍子、その手拍子の中でのコーナーキックということになります。水沼からファーサイド折り返す、チアゴマルチスこぼれている、チアゴマルチスブロック、オナイウ、アド押し込んだ、こじ開けました、87分先制、岡部 F・マリノス、ついにこじ開けました、先制点です。ここ3試合失点がなかったセレッソ大阪、4試合ぶりの失点です。吠えます。前から札幌プレスに来られますが、さあ剥がした天野です、アウトで、オナイウ同点、見事な崩し、後半間もなく35分のところ、オナイウ2試合ぶり今シーズン3得点目、見事でしたね。まあ、ここですね、そうですね、この天野選手の
まあ、切り返しですね、荒野選手が少し、ね、軽かったですけども、そこから左足のアウトサイドでのクロスですね、これが素晴らしかったですね。そしておそらく、まあ、今対峙しようとした田中俊太選手はもうワンテンポね、時間をかけるんじゃないかなと予測したと思うんですけども、早いタイミングで今天野選手が入れましたね、まあ、それを見越して同じ選手の入り組みも素晴らしかったですね、はい。まあ、中核を担うような選手が出てきますよね、はい。渡辺から右に行きます、水間のクロス、前田大然決めた、わずか 3,4 分で F マリノス逆転、久々の複数得点、5試合ぶり今シーズン4度目の F マリノス待望の複数得点で逆転。まあ、この後半から交代で入った天野選手、水沼選手、この両選手の、まあ、お膳立てになりましたね、はい。まあ、コースのまずクロスの精度が、まあ、非常に素晴らしいというのと、今キム・ミッツ選手が、ね、マークを見ていたんですけれども、その前にいた田中俊太選手にもう少しコースを切ってほしいというようなジェスチャー見られましたね、今ね。プレーが止まっていましたので、それが加味されます。F マリノス、ボールをキープして、さあ、エーベル、再びチャンス、スペースありますね、シュートまでいけるか、シュート2、決まりました、これは正真正銘のゴール、エーベル、3試合ぶり、リーグ戦2得点目、3対1。まあ、大きなスペースができてしまったのは一つありますけれども、エーベル選手ですね、やはりね、前半からあれだけ動いて、で途中出場の、まあ、岡村選手ですよね、はい、その1対1でスピードで抜き去ってますからね、うん、そしてこの抑えたシュート、右左右に蹴り分けて右選択となりましたマルコス・ジュニオール。この際逆飛んでました。そうですね、落ち着いてましたね、非常に、まあ、足の内側だと思います。インサイドでですねコースを狙った、うん、オナウのスピードと強さ、まあまあね、ボールも高いボールではないです、抑えましたけど、コーナーキック、マルコス・ジュニオールから中央へのボール、ヘディングシュート対決しますが、こぼれたボール中、マイナスのボールしっかりと決めていった。またコーナーキックからの失点、最後はオナイガードを押し込みました。出ましたね、シュートではなくパス選択しましたね、はい。まあ、このヘディング、オナイガですかね、素晴らしいヘディングですけど、その後のエーベルの落ち着きですよ、6ターン見ながら、あれ普通シュート打ちますけどね、はい、シュート打つような体の動きと目線作っておきながら、ふっとね、優しい横パスですからね、オナイをワンツーしたみたいなもんですけどね、非常にいいポジション取ってましたけど、まあ、自分でアシストして自分でゴール決めたみたいな感じですけどね。もう小池から縦パス、オナイウの落とし、エウベル、その前にマルコス・ジュニオールいます。マルコス・ジュニオール裏を狙っていく、オナイウへ、オナイウ、うん、キーパーかわす、そしてここでシュートだー、自身今日2得点目、これで F マリノス 3-0 リードを広げます。ディフェンスの背後に大きなスペースを与えてしまいましたけど、一度ねサイドに流れるようなアクションを起こして少しやめて、その後にディフェンスの背後にラインをしましたよね。これをしっかり見ていたマルコス・ジュニオール見事ですし、やっぱ早いですからね、あの6ターン間に合うと思って出てきたんですけど触ることできなかったですね。その後しっかりと落ち着いてしっかりボールを止めて、まあ、イメージでしょうね、ゴール見るだけ の、 あの余裕はなかったと思いますけど、はい、すぐにまた回収をしていきます。前田大然でした。ティラトンから左に今回っているエーベル、エーベルからのボール、おっと水沼の落とし、そして荻原から中を飛び込んだ、触ってゴール、前田大然触りました。これで 4-0、 前田は2試合連発、これでシーズン8ゴール目。これでエーベルを中心にですね、左サイドショットパスで崩していくんですけど、
今の入ってくるタイミング見事ですね、はい、ウィアルがちょっと抜け出した瞬間にねスピード上げましたけどね、前田がね、前田大然選手のゴールでした。このシーンだとちょっと見えませんけど、本当にねスピードグッと上げたシーンは見事だったですね。そこをやっぱり荻原は逃さなかったですね。前田もやっぱりああいうところの自分の前に来たボールに対して、ここで入れ替わって天野からダイベル逆サイドに今レオセラいます。水沼が今左への動き、これ触ってこぼれてきた、レオセラいきなり得点が来たかな、オーケー、いきなりデビュー早々ゴールです。まあ、自分の特徴はフィニッシュのところという話をしていましたが、そのフィニッシュ早速完結。エウベルのパスがちょっと弱くて、ディフェンダーが下がってきて、これ触ったことによって逆にね、井ノ原の逆をつい、井ノ原じゃないか、アンホーガンですね、アンホーガンの逆をついて非常にいいところにボール来ましたからね、はい、ファーストコントロールでしっかり。エウベルはもうすっかりチームにフィットしました ね、 そうですね、よく走りますし、はい、えぐったエウベル、エウベル折り返しオナイエ、完璧に崩しました。 F マリノス開始8分、ファーストゴールが生まれました。あとやっぱ背後に出てくって、ここもワンツーで背後なんですけど、その背後背後っていうところもしっかり意識しながら、とにかくやっぱ速いですね、スピードもありますので、はい、まあ、完璧にあのここまでの時間は東京凌駕したなという中で見事な先制だと思います、はい。まあ、ジョアン・オマリを引っ張り出されてちょっと中は手薄になってしまいましたね、はい、シンプルなワンツーからではあるんですけども、はい、まあ、やっぱ突破されるわけにいかないですから、まあ、後ろからの守備もすごく粘り強かったですね、はい、これはどっちか、うん、エウベルだ、エウベルが行く、えぐったエウベル、オナイエ、またしてもこのラインエウベルからオナイウアド、まあ、トランジショントランジションのところで、まあ、うまく東京の攻撃を止めて、はい、まあ、プレッシャーを受けてた時に少し後ろ向きでボールを来たりするんですが、ここのワンタッチのプレーのところをこれオフサイドなのかなっていうところはチェック入るんですかね。そうですね、一つ前の決定機の時も実はエウベルがボールを受けた体の向きっていうのはあんまり良くないんですが、まあ、半身とか後ろ向きでも反転力もあってうまさもあるので相手をかわせて前進できるっていうところは、まあ、この選手の一つすごく強みなんじゃないですかね、でコンタクトにも強そうなんでぶつかってくれた方が反転しやすいってところもあるのかもしれませんし、はい、まあ、あとは先ほどマルコスから球が出た時のポジションのところ十分相手に影響を与えましたね、松原のインターセプト、バイタルで受けたマルコス・ジュニオール、左が空いたエウベルだ、こぼれ球オナイエ、ハットトリック達成、いいところにいましたね。リーグ戦3戦連発、しかも今日はハットです、オナイエ。まあ守備から始まってますけどね、やっぱりポジションを変えて相手選手が動いた逆側にマルコスって今ポジション取りましたよね、はい、で背中側に回った時にオナイが動いて、まあ、そちらじゃなくてっていうところにしっかり丁寧なボールを出してますから、あのマルコスの位置取りとパスがないと確かにこのゴールはないし、はい、まあ、その前の段階で言うとチームとしてのしっかりとしたプレッシング、まあ、これがあって松原がカットしたと、はい、天野一気にサイドを変えてティーラトンも走らせます。さあティーラトン、クロスが来て前田大然、シュワーとインゴール、なんと天野がフリーで、この天野のやっぱりサイドを変えるパスですね、はい、相当ね、あのヴィッセルとしては今左サイドに人かけてましたからね、でいいボールやっぱワンタッチで入れきてることによって中の前田も含めオナイウもですね、前に持ってパワーを持って、ね、入ってこれましたからね、はい、でワンタッチで入れたことによってヴィッセルの守備としてはやっぱりゴール方向に向かって、体の向きはゴール方向に向かってますからね、やっぱりこういう事故っていうのは起こりやすいですよね。まあ、F マリノスのディフェンダーとしてはもうちょっとああいう形でボール持たれて厳しいですね、はい、おっと、山川から水沼へ、ただ打てはしませんでした。レオセアラ左からエウベルだ、こぼれ球シュート、
押し込んだ天野、2対0。これですね、かなり前に出てきて狙ってたところ悪くないですけどね、ちょっと引っかかってしまいましたからね。ここもね、レオセーラーも落ち着いてエウベル使いましたけど、まあ、いい形で水沼がね、いい形で引いてきてインターセプトしたところから始まってますけどね。高い位置からのプレッシャーがうまくはまって、まあ、あとは落ち着いてね、この反応は前とは難しいと思いますね。自分のミスもありましたし、なかなかいいポジション取れてなかったんでね、あれキャッチするのは難しかったですけどね、まあ、弾いたところしっかり詰めてたと思いますね。アーマーのね、途中交代で出てきていい働きしてますね。ここオナユから前田、レオシルバが行くが、前田から右サイドで展開、エウベルへ、ニアにバルコチロール、ファーにオナユ、そして木田も今ファー走ってます。エウベルから中へ、面白い、押し込んだ。オナユの先制、アウェーの横浜 F マリノスです。いや、中盤でこの前田がうまく相手を外してボールを運べたところですね。まあ、ここで結構プレッシャーを受けるんですけども、これで外せて外にエウベルが入ってきて、これシンプルなワンツーなんですけれども、このやはりエウベルのスピードですよね。もう完全に町田の方が先に戻れるかなと思ったんですけれども、こっからの加速力、そしてクロスに対してしっかりオナイウがもう詰めてきている形っていうのは、これマリノスの攻撃の形ですよね。両ウィングのスピードを生かしたサイドからの攻撃ですね。素晴らしいゴールでしたね。ニアへのボール、ここは長戸、もう渡辺、渡辺のクロス、ボレーがオナイウのさあ1点取って、これで2点差詰め寄ります。クリアした後のボールですね。少しマイナス気味のボールでしたけれども、しっかりレーンを作ってインサイドキックで内側を合わせましたね。いやでも水沼からのボール抜けてきた、こぼれてオーバーヘッド、ブロック押し込めない、押し込んだ、最後は天野、再び2点差。このバイトで素晴らしかったですね。はい、岩田のオーバーヘッドです、はい、完全に枠いってましたもんね。こう一度その中川左足切られている。さあ中川渡したボール、正面からシュート、見事松原、同点弾は86分、追いついた横浜 F マリノス、見事なシュート。いやすごいシュートでしたね。足の少し、まあ、インサイドにかけるかけ気味でしたけれども、いやこのサイドバックは少し中のレーン使うのがマリノスの特徴なんですけれども、あのポジションに立ってサイドバックからのシュートを打てるってのは大きな武器ですね。いやすごいシュートでしたね。まあ、勝ち点3あるいは勝ち点1、そのどちらへのちょっとこの意識基準があるのかというところも見られそうではありますが、さあここは天野のクロスボール、前だ、いやー F マリノスがようやくこじ開けました。前田大然のヘディングシュートが決まって0対1、見事なクロスは天野、前田、あーボールが素晴らしいですね。はい、まあこの天野の左足はね、中村俊輔に似てるとも言われますけどね、本当に精度高いですからね。このボールによく前田、まあ、前に入ってちょっと叩きつけてね、はい、枠に行かせるようなシュートになりましたけど、まあ、ボールとこの
少し合わせたこうコースがねしっかりと枠に行きましたからね。いい向きです。お前らが飛び出すクロスボールが入りました。チャンスシュート、あっという間にエウベル決めて先制。横浜 F マイナス4分、得点はエウベル。いいボールが入りました。ジャンピングボレーでエウベルが抑えて、いや素晴らしい精度ですね。このパスと抜け出すスピードですよね。このクロスも距離もあったんですけれども、非常に正確に速いボールがエウベルのところに入りましたね。まあ、それだけに、まあ、清水のディフェンスラインが後ろのスペースに戻る時間を、面白いですね、中川このまま右足で入れたボールが自身の中に入ってくる。さあここからいいボールが入ればどうだ、低いボールどうだ、入った足先で触って、最後はものの見事に今レオセアが決めて勝ち越し2対1。いやー今うまく崩しましたね。崩しましたね、はい。まあ、これ 最終的には右の水沼ですよね。ここからもうシュート性の速いボールでしょうね。水沼から最後レオセアラ、はい、いやー水沼の右足のクロスからでしたね。またこれも交代選手それぞれが特徴を出してマリノスは点取りましたね。そして松岡先頭へ、おっとマルコジュニオール行った、前田が走っている、マルコジュニオール行く、マルコジュニオールシュートだ、ディフレクトしてゴール先制横浜 F マリノスです。均衡敗れました。一つ二つ置いて追いかけて前田の選択もあったと思いますけど、最終的にはまあディフェンスに当たって島川ですかね、はい、当たってコースが変わったことによってさすがにパクイルギもこれに反応できなかったですね。まあ前田が左にいたことによって島川がやっぱり前田のことをケアしたんでね、そっちの方に行ったことによって背中に当たってコースが変わりましたね、はい、やっぱりね途中から出てきて強度を落とさずにですね、はい、逆に強度をまた上げる感じですもんね。水沼からレオセアラ、ここはプレスを高野がかけていてマイボール、レオセアラから和田だ、和田から追って逆をついたボール。このリアクションですとおそらくクロスだったのかもしれませんけれども、逆をついた格好になりました。ゴールインです。大きな追加点です。横浜 F マリノス、和田が決めました。まさにその通りですね、クロスを入れたんだと思いますね、はい。ただこの奪われた後の守備への切り替えが早かった高野、うん、そうですよね。少しパクイルギにしてみると左の前にですねポジション取ったんですよね、クロスが来ると思ってね。どちらかというとプレーを先読みしてポジション取る選手なんでね、はい。まあ、相手のミスに対してはやっぱちょっと反応がどうしても遅れてしまうってことあると思いますね。今度も鋭いボールファーサイド、荻原折り返して押し込めるか、決まった。最後はどうでしょう、ここに前田大然も絡んでいきましたが、先制は横浜 F マリノス。前半の27分1対0、折り返しは荻原だったんですが、最後この徳島の集団の中どうでしょう、畑中ですね。あ、クリアボールが岸本の顔に当たったでしょうか。まあ、そうですね、クリアボールが少し味方同士での、前田早いワントラップで前田、オナイユがスプリントしてゴール前、オナイユが打つ、いやありがとう、ロングカウンター成功させました F マリノス。まさに前田大然高速のスプリント、これは見事でしたね。パス2本というぐらい正しいと思いますけども、まあ、どれか1つでもかけていると成立しませんしね。前田に出したのはティラトン、ティラトンです。まあ、少しアウト回転がかかったボールをディフェンスの間の背後に落として、はい、
まあ、その時には中の状況は前田も確認ができてましたから、まあ、ワンタッチで折り返して、まあ、キーパー触るのもおそらく少し想定したと思うんですけどね。そこに対してやっぱりこぼれが取れなかったりとか、プレッシングはまあカウンタープレスみたいなのがなかなか続かないですよね。あ、はい、ね、おーっと前田大然、何もないでしょうね。まさに前田らしくハンドとかないと思いますけどね。ないですよね、膝ですもんね、はい。ああでもやっぱり自分の特徴をここだっていうところでしっかり使って、これで点取れるっていうのは本当にすごいと思います。うん、何もないですね、はい。こういうなんか努力をするとちゃんと当たったボールがちょうどいいところに転がるもんなんだなって感じしますし、はい、まあ、一瞬の出来事ですけど、要はここだっていうところで自分の足を使いましたよね。ボールを持つという余裕もなくなりましたが、天野が抜けてフリーでクロス、あーとオンゴール。守備に追われたアビスパ、最後はたまらず失点もしてしまいました。そういうことですね。ここもまあスローインからですけど、前F・マリノスにしてみると非常にね、選手の距離感よく4人ぐらいでボールを動かしながらテンポよく右サイド崩してですね、天野利き足じゃない右で入れたんでね、そこまで精度高くなかったですけど、まあ、キーパーとディフェンダーの間に、まあね、非常に微妙なボールが来たんで、まあ、相手のミスを誘うような、まあ、プレーになりましたよね。まあ、ここまで圧力をかけたからこそ、セーベル、小池は外側を追い越しましたが、オナユアドピンポイントクロス、見事なフィニッシュ。しっかり開きました。完璧なゴールですね。ボール奪って、そして小池からエーベルに出して、このインサイド上がらずにですね、外回ったことによって、ちょっとエーベルに対してのプレッシャーがどうしてもね、きちいけない時間と空間で、うまくですね、エーベルが正確なクロスを入れることができたと。まあ、あれだけね、ボールを蹴る選手が自由であれば、岩田。パスの縦の速さはね、ワンタッチ小池、中にレオセアラ、庄司がつきます、後ろからシュート決まりました。最後はエウベル、いやエウベルの先制ゴールです。素晴らしいシュートですね。左ポストのギリギリのところを当たって入りました。エウベル今シーズン4得点目。ここのワンタッチも素晴らしいですし、まあ、この小池選手からのこのグラウンダーですよね。でレオセアラ選手の落としからの、まあ、これクロスじゃなくて本当にパスですよね。ここで溜めてこのエウベル選手の上がり待ってましたよね。この低いシュート抑えの効いた、まあ、逆サイドへのこのまあ、ポストに当たって入りましたけども、コントロールされたいいシュートでしたね。ケビン・マスカット監督、小池、前にマルコス・ジュニオール、中央でレオセアラがいますが、ここでマルコスジュニオール、こういうところは逃しません。さすがマルコスジュニオール。0対2、後半の立ち上がり追加点を奪いました横浜 F マリノス。いや、ここエーベル選手が起点となって外にさばいた後のこの小池選手のグラウンダーですよね。この流し込むようなグラウンダー、まあ、勝利選手よくクリアしたんですけども、まあ、ここマルコス選手ここ狙ったの早かったですね。まあ、この庄司選手のスライディングファーにはチアゴマルチン、その前に今大木原がいます、杉本にいます。シュート、ポスト杉本、もう一度入れてきた、決まりましたか、バウンドしていますが、お決まりましたね。
最後は水沼が触ったか。そうですね、はい、水沼選手ですね。水沼高くバウンドしましたが、もう一度入れてきたボールをしっかりと、次の1点マリノスが取りました。ここね、はい、ポストを弾かれてからのこの天野選手のボールですよね。うん、まあ、水沼選手入ってますね。まあ、ポジション取りも良かったですし、ここ少し空いてましたけども、まあ、後ろにこう下がりながらのヘディングシュートになりましたけどね、まあ、うまく抑えながら打ったヘディングシュートでしたね。途中出場の水沼宏太が決めました。中川だ、最後はマルコスジュニオール。ここで追いつきました F マリノス。中川のいい折り返しから最後はマルコスジュニオール。これうまくですね、背後にこれティーラトンからだと思うんですけど、あの背中、腹の背中をうまく狙った、ここに入ってこいっていうようなボールを中川にメッセージを送ったんですよね、はい、普通の選手だったらあとあの折り返しはできないですね。うまく右足でこう出さないように足首クッとこうひねって折り返していると、まあ見事な中川の技術、あとはやっぱりマルコスジュニオールあそこにいるっていうことですね。ティーラトンから荻原、小池、マルコスジュニオール、小池だ、落としてエーベル狙ってきた。3日前のガンバ戦と同じような形からエーベルのゴール。 F マリノス勝ち越し。見事なゴールでしたけど、ここまず小池が入ってきたんですよ、はい、この後1回滑りますよね。この後すぐ立ち上がってマイボールにするんですよね。ここがポイントでしたね。あともう一つはここシュートを打つときにもう斜めゴール見えてますけど、これボール1回ポストから外逃げてるんですよね。でもそこから中にこうちょっとカーブ変化してるんですよね、はい、この球種をエウベル、このテクニック技術を持ってる、まあ見事ですね。計算して打ってますか。計算してますね、まあ、前半もありましたよね。速いボールを使ってきました。ファーサイドまで流れてきました。ティーラトン抜けてヘッド、杉本まで合わせました。 F マリノス先制。まあ、一応クリアされた後ですからね、まあ、名古屋からすると少しあの押し上げのところが揃わずに、でマークを取る前にクロスが入ってしまって、まあ、杉本うまくあの状況を見ながら待てたと思うんですけども、はい、まあ、振りすぎずに丁寧に下に叩けたかなと思いますね。イケリングでした。キーパーの逆、2対0リードを広げます F マリノス。ありましたね、はい、でまあ、攻撃守備常にこうサボることなく足を動かし続けて、まあ、足を動かすために頭も動かなきゃいけないんでしょうけども、まあ、味方がボール失ってもすぐ守備に入ったりとか、今度は右でちょっと作ります。ワンタッチ岩田、中川がえぐって折り返した。前田大然、岩田のワンタッチ抜けたのはスピードスターの中川、最後はこれまたスピードがある前田でフィニッシュ。 F マリノスらしいゴールでしたね、うん、まあ、起点作ったところで中川のこの斜めのランニング、まあ、優勝した時に何度も見られたシーンでしたけども、まあ、ここでえぐったところで勝負ありでしたかね。まあ、前田もしっかりと相手の背中から前に入って、まあ、お得意な形ですね、はい、まあ、まさに F マリノスらしいゴールでしたね、うん、中川も冷静に最後よく相手見極めながらパス選択しましたね。そうですね、はい、あのサイズはそれほど大きくないんですけどもね、はい、大きさもプレー見てると感じますし、はい、まあ、相手からするとおそらく怖い選手だろうなというのは感じますよね、はい、おっと、レオセアラーが浮かせた。一瞬の隙を突きました F マリノス。今日先発復帰のレオセアラー、
少しもったいなかったですね、大分は。はい、ただよく狙ってましたし、この抜け出したとも冷静でしたね。ちょうど簡単なゴールじゃないですけどもね。はい、ちょうどこう上を狙いやすいところでゴールキーパーを誘い出して、最後冷静に、技術高いですね、やはり。岩田は先ほどいいパスを出しました、まあ、これもレオセアナが狙ったんですが、今度は大木原が抜けてきました。前田大然折り返してレオセアナ、大木原のパスで崩しました。前田大然今日1ゴール1アシスト、フィニッシュ、レオセアナ3対1です。素晴らしいパスが2つつながりましたね。この瞬間ですね、間に通ってた前田に、まあ、絶妙の強度のパスですよね。この前田のパスもしっかりと相手が触れないギリギリのパスを通してと、この2本のパス素晴らしかったですね。おそらくまたですかね、おそらくまた狙ったんでしょうね、これ、はい、冷静ですね。そうですね、おそらく狙ったと思いますね。水沼が残す、水沼が前を向く、いや水沼が裏に出す、前田が前に置いた、前田ループー、前田大然ループによる今日2ゴール、4対1。これは驚きました。水沼をよく見ましたけど、この時の背中側を走ったんですよね、前田が、はい、いい走り方しましたし、いやコントロールはこのままループだと思いませんでしたね。パスもコントロールもシュートも完璧なわけですけども、ここの選択ですよね。いや素晴らしいシュートでしたね。これには惜しみない拍手が送られます。でもって松原から一気にエウベル、まだ攻める、まだ攻める、うわエウベルが来た、エウベルが折り返し、ヘディング、前田大然ハットトリック、5対1。4点取っても攻め続けたホームチーム、エウベルの突破から最後仕上げたのは前田大然です。見事でしたね、松原もいいフィードしましたし、エウベルですね、ここでかわした後、ここ少し長くなったかと思ったんですけどね、ここからアウトでキーパーの上を抜きましたからね。ただここのコントロールのボディバランスなんかも綺麗ですよね、はい、ここから今日はよくすくい上げて、さあチャンス、大木原、マルコスジュニオール入れました、胸トラップ、レオセアラ、さらにレオセアラ先制、マリノスが25分に得点、レオセアラ前節2ゴール、これで2試合連続ゴール、ボールが吸い込まれました。左サイドに起点作りながら、ちょっと深いところですね、1個飛ばしたところに入れて、入れた時の後ろのサポートも早かったですね。こう入れて後ろ側から来たの誰ですかね。いやゴールキーパーも出てきてるんですけれども、怖がらずにしっかり頭でボールを当ててゴールの中にしっかりコントロールしましたね、はい、その前のポジションにマルコスジュニオールと、はい、と天野並べるような感じになるんじゃないですかね。あ水沼からレオシアラレオセアラ今日2点目、2対0今水沼からのパスだと思いますが、レオセアラ決めた、駆け寄るその水沼です。いやすごいシュートですね、素晴らしいシュートですね。 J1 出場300試合に花を添えるアシスト、そしてレオセアラのフィニッシュ。いやパス交換の間に少し降りて体を向き作ってコントロールした瞬間にもう右足振ってますから、
このタイミングで、まあ、シュート来ると思わなかったですが、スウビキがほぼこう構えてないような状況で打たれましたからセーブもできなかったですね。それぐらいこう止めてからあれ本当に前の選手が嫌ですね。嫌ですよね。あそこまで追いかけてくるとね。チャンス取った。今レオセアラが渡してマルコスジュニオール、勝利をぐっと手繰り寄せる3点目。またも複数得点、それも3点、3対0。好調レオセアラからマルコスジュニオールへ。価値のあるゴールですね。全体で前からプレッシャーに行って、まあ、これを奪い返してからのシュートですから、まあ、シュートのシーンはね割と簡単なシュートかもしれないですけれども、そこまでの守備ですね。水沼、レオセアラ、最後はマルコスジュニオール、まあ、前からプレッシャーに行ってボールを奪って攻撃するっていう、まあ、そういうスタイルが前からのプレッシャーを植え付けるって本当難しいと思うんですよね、はい、なかなかやりたがらないですから、やっぱこうマリノスの選手、ブラジル人選手やりますからね、レオセアラ決定機で決めた。ハットトリック、止まらないレオセアラ、2試合で5得点。いやこれも素晴らしいですね。相手のスローインをカットしたところからなんですけども、このボール受けてもう本当に無駄がないですね。パスと動き、マルコスジュニオールからレオセアラ、1対1のシーンもゴールキーパーのポジションをよく見て流し込みましたね、はい、よどみないプレーでしたね。全てに無駄がないですね。70分を過ぎています。天野が加わってまたアイデアが一つ面白くなりました。天野が中にいる、折り返しボールもらって天野、天野決めて5点目。止まらないマリノス、大きく突き放しました。中央で和田ですね。和田から松原へ、近いところに入ったところで少し前の杉井のクロスを天野がシュート。いやもう和田のまずポジショニングと、あのそのパスのうまさですね、そして松原の正確なクロス、もう全てのパスと、ここもプレッシング速いトス、裏返したいマリノス、綺麗に通して間、レオセアラだ。さあレオセアラ行った、レオセアラから前田、まさに一瞬の隙、波に乗る横浜 F マリノス、決めたのはウィンガー前田大然です。縦とズバッと刺してマリノス先制。駆け引きして、まあ、このパスがやっぱ素晴らしかったと思いますし、キーパーからのでここの立ち位置で少しこうエドアルドからマークできないようなポジションを取る、でこう小泉がこのボールに対してアタック行くところでこうフリーな状態を作り出した、前田をフリーに使ったところ、こう自分でこう強引にシュート行くってところを持ちながらのこ うまくこう味方を使えるあたり、やっぱこう調子のいい選手はこういうところ見えてるんだなって思いますし、もうここもこう体重移動でパク・イーリュが横にずれてるので、だいぶ時間がかかったところ、決めましたレオセアラ、3戦連発。点差を広げましたマリノス、0対2です。落ち着いてました。まあ、どちらかというとこうキーパー見てタイミング外して蹴るというよりかは、もうこれキーパーとの駆け引きしないで自分の思った通りに。さあここでスイッチを入れましたトス、まあ、10人プラス来ればもちろん開くのが裏ということで中川が狙っている、はい、入れ替わりました。中川決定機、中川使った、中川プッシュ、3点目です。決めたのはフルス対戦水沼コーター。まあ、だけどここは冷静でしたね、うん、中がボール持って、まあ、キーパーが出てきたところを、まあ、触れば入るようなところにしっかりボールを出して、まあ、水沼もいいところ狙ってたと思います。山下来るのを待って使いました。まあ、シーズン最初はねずっとこう不動のレギュラーでしたけどね、そうですね、まあ、最近はちょっと大畑が出ることが多いですね。
中野真也と大畑のレギュラー争いです。ここも抜けました。中川、中川バウンドボールループシュート決め切りました。中川裏抜けから落ち着いてループフィニッシュ。まあ、ここの抜け出しですよね。まあ、冷静にインサイドでループシュートですけども、まあ、ここで出したタイミングでオフサイかどうかというところだと思いますし、まあ、このシュートに対しては非常にこう冷静だったなって感じしますね。バウンドしたボールインサイドで面を作って頭上を越しました。ループシュート、はい、さあ今のシーンでチェック中です。ゲームを作れる現代型のサイドバック木田、中に入って縦パスレオセアラ、なんとか触ってマルコスジュニオール、マルコスジュニオール、マルコスジュニオール、うん、前田大然コースを変えました。やはり持っている男前田大然、追いつきました F マリノス。まあ、うまくこう触りましたね。いやよく反応しましたね、はい、ここで、まあ、いい形で前を向けた、まあ、スペースも、ね、前にありましたからファーサイドをねマルコスジュニオール選手は狙ったと思いますけど、まあ、そのボールに対してしっかりと反応してね、まあ、うまくね足にボールを当てまして真ん中に入ったボールは、うん、おーゴールイン。難しい体勢決めましたサネト。逆転ゴールはセンターバックサネト勇気が決めました。1対2。いや難しい体勢で決めました。そうですね、まあ、後ろ向きのような形でうまくねここで少し相手に、まあ、荒木選手に少しこうマークねタイトに疲れてますけど、まあ、うまく後ろ向きで合わせましたよね。オーバーヘッド気味もう、はい、いやいやうまいですね、はい決めましたサネト。これで1対2逆転マリノス。レオセアラ、この人直接フリーキックも持ってます。止まらない浜のストライカーレオセアラ突き刺しました。いやこれはもうこの音、まあ、かなり強烈な、まあ、シュート放ちましたけど、うわ、まあ、大迫選手を構えているサイドにそのまま突き刺しましたけど、まあ、スピードといいコースといいこう完璧なフリーキックでしたね。そしてゆりかごパフォーマンス、杉本の高さが加わりました。杉本は吉田がついています。杉本がニアに走り込んできました。その杉本1点返しましたマリノス。まあ、非常に質の高いボールが入りましたね。今シーズン2点目生かしたマリノス。まあ、この天野選手のキックの質と、はい、まあ、このグランパスのゾーンの間に入った杉本選手のこの入るタイミングの良さ、あとこの合わせ方ですよね、はい、まあ、非常に高さもありましたし、ええ、まあ、杉本選手の特徴がうまく出た、まあ、得点シーンでしたね、はい、ブローダースの手を集めたマルコスジュニオールで同点。横浜 F マリノス追いつきました。1対1 62分 PK マルコスジュニオールギリギリと蹴りましたね。ギリギリですよ。指先ちょっと触ったんじゃないかぐらいのところだと思うんですが、はい、まあ、このコースに蹴れれば届かないですねっていうところですね。ボール1個もうちょっと外だったらポストかなっていうギリギリです、はい、あとはまあ横浜 FC 側がスタンスを維持するのか変えるのかっていうんだけど、もうだいぶ展開変わりますね。おお、前田大然すごい。大木原が出して杉本が折り返して前田大然で逆転しました F マリノス。崩さずに前に人を残したっていうところは大きかったですね。
キーボタン合わなかったですね。大木原かなと思うんですけども、まあ、イメージで蹴ってるようには見えるんですが、はい、ワンテンポ遅れたらおそらくないですし、前田じゃないと間に合ってないでしょうし、でもまあ退場してしまったことで、はい、まあ、場所が変わって、よりゴールに近くなって、はい、中川が行く、中川奪った、さあ中川、中川、中川折り返し決めた、前田大然、あっという間、電光石火のゴールになりました。 F マリノスプレーですけど、ここ思うように実はですね、F マリノスボールつなげなかったんですよ。この対応ですよね。少しですね、石原が中を見たんですよね、はい、その瞬間にですね、中川がその隙を逃さずにうまくボールを奪って、まあ、ゴールの近くまで運んだと、はい、あとキーパーの動き見て、中の動きを見ながらうまくためながらですね、うまくラストパスを送ったと思いますね。あれワンタッチ多くなるとまたタイミングずれてしまいますしね。そうですね、トラップが流れすぎて相手がこう近寄りすぎて、なかなかクロスを上げられないことになりますね。ヘッドだ、追いつきました F マリノス、杉本、いやー、こう来ましたね、ようやくマリノスとしては、まあ、ここも大きくね、サイドを使いながら実藤選手からサイドに振って、まあ、エビオ選手、まあ、簡単なクロスでしたけども、まあ、ここ中でね、本当個で勝ちましたよね、ここは、杉本選手の高さ、入るポジショニング、少しなんかなか選手の背後から飛び出すような、中でエウベル、前田大然、ファーサイドに水沼、天野が受ける、低いボールを狙ったセカンドボールは天野行く、また抜きをした、キープから右足、こぼれた、流し込んで前田大然、逆転に成功です F マリノス。入ってこれるこの前田大然選手、素晴らしかったですね、まあ、このリカバリーもこの早かったですし、ここですよね、まあ、ここ天野選手が右足で蹴ることで、まあ、今気になってゴールに向かっていくボールなので、まあ、それに対しての、まあ、ここに入ってくるだろうという予測とも信じてもトップスピードで入ってきてますよね、はい、サポーターの前です。コーナーキック水沼、ファーを狙った、シュート、1点を返しました。これは大きな1点ですね、セットプレーで1点を返しました。このサネト、まあ、このボールもね、まあ、簡単ではなかったですけどね、まあ、よく西尾選手の前に入って、まあ、ジャンプのタイミングも、まあ、先に飛びながらタイミング良かったですし、まあ、コントロールされた非常に難しいシュートでしたけども、まあ、もちろん F マリノスにはひっくり返すだけの得点力はありますけれども、うん、まあ、ただサッカーにおいてやっぱり逆転と、これは前田が拾って抜けてきます。前田大然、前田、前田よく、おー、まだ拾った前田大然、前田自らリカバー決めました。前田大然シーズン19ゴールです。まあ、カウンターですよね。まず中川がいい形でボールを受けて、ここまあ引っかかったんですけども、前田の前にこぼれてからはもう前田のスピードですよね、はい、まあ、羽田野もいい飛び出ししたと思うんですよね、ただ少しね、あのうまくキャッチできなかった分、前田の前に落ちてしまいましたし、まあ、その後のリカバリーも前田早かったですね、はい、でシュートも落ち着いてましたね、決めました。左隅しっかりコースをつきましたマルコスジュニオール、これでシーズン9ゴールです。
まあ、マルコス・ジュニオール落ち着いてましたね、はい、旗野も、まあ、サイズありますし結構プレッシャーかけてたんですけども、あえて時間取ったんですよね、はい、ゆっくり蹴りましたね。コーナーキッククイックでここも始めます。扇原パーを狙ったクロス、旗野かぶったボレーシュート、小池が決めました。畳みかけるトリコロール3対0、あっという間にリードを広げます。まあ、F・マリノスもねクイックリスタートして、まあ、準備ができる前っていうところはあったと思いますけども、旗のここちょっとイージーなミスでしたよね、はい、キャッチするのか弾くのかっていうのが少し中途半端になったところ、まあ、ただ小池もねうまく当てましたね、ただまあ FC 東京としては痛いですね。その差がこれを決められると10人で4点のビハインドになります。決めました。シーズン20得点達成、前田大然ゴールランクトップを快走します。前半の41分で4対0。あ、ど真ん中じゃなかったんですね。そうですね、うん、まあ、ただインステップで思い切って蹴りましたね、はい。まあ、その先にどうしても10人ですから味方がなかなか置けない FC 東京です。ヒラトンクロス、前田大然ハットトリック達成、前田大然あっという間に5対0です。後半開始早々、うん、さらなる追加点が生まれました F・マリノス。今シーズン2度目のパットです。まあ、うまく東の背後ですよね、マーク疲れないところをポジション取って、で旗野の前ですね、あのポジション取りも素晴らしかったですし、またヘディングもうまく合わせましたね。まあ、逆に言うとこういう選手をこぞって今シーズン抜かれてしまった大分はそれだけダメージがあっただろうなというのは分かります ね、 すね。レオセアラから右へ、さあ水沼残した、水沼マイナスシュートだ、小池、小池も2ゴール、6対0。手を緩めずトリコロール、さらに差を広げます。まあ、まあ、最初はやっぱ前線からのプレスですから、マルコス・ジュニオールですかね、そこがプレスかけて、そこからボールを奪ってカウンターの形ですよね、まあ、レオセアラも落ち着いて水沼見てましたし、まあ、小池もサイドバックの選手なんですけどよく入ってきますね、はい、本当に素晴らしいゴールですね。そういう中でうまく、まあ、失点もしてますけども、はい、コントロールもしてますよね、クロスが来ます。おっとこれはオンゴール、7点目になりました。クロスをクリアしに行った渡辺剛、そして東もいたんですが、リプレイで確認しましょう。まあ、ここもねミスからですけども、はい、早いですね。東ですね。まあ、水沼もいやらしいところに入れましたしね、はい、ここに前田ですか入ってきてる分、東も難しい。これはうまく入れ替わって小池、右のスペース、水沼行く、水沼コーター、ゴラッソ、水沼宏太の右足から生まれました。前進するトリコロール、なんと圧巻の8ゴール。迷いなく振り切り、まあ、中使うかなと思ったんですけども、迷いなく振り切りましたし、はい、まあ、ニアのところ、素晴らしいシュートでしたね。
多くあったんですが、今日は逆に浦和の方が2点リードでここまで来ました。前田大然へ、天野、さらにはエーベルから前田、前田が持っていって中ファー、水沼マイナス、デオセアラー、1点返しました。残り5分というところで1点差に詰め寄ります F マリノスです。これで分からなくなりましたね、うん、うまいですね。これゴールキーパーまでバックパスしておいて、これ長いボール入れて、長いボール入れることで、まあ、浦和の中盤が戻りきれなくなって結局スペースできたんですよね、はい。まあ、どうやってコンパクトにさせないかっていう方法の一つとして、やっぱり背後に入れてディフェンスラインを下げさせるっていう方法あるんですけども、スリッサンペル、そしてイニエスタのところはね、かなりこう見られてますから。そうですね、どうしてもね中盤をこう省略しながらの攻撃になってるんで、はい、まあ、イニエスタがボールを触る回数が極端に少ないですよね、はい、ここまでね。そうですね。お、前田大然来た、前田大然、これがあります、ゴールイン、横浜 F マリノス先制。前田のスピード行きました、一瞬の隙、ここですよね。思うようにちょっとコミュニケーションが取れなかったですね、はい、キーパーのイクラム含めフェルマーレン、そして酒井豪徳ですよね、はい、ちょっと中途半端なプレーになってしまいました ね、 ね、そこはやっぱり逃さなかったですよね、まあ、中央のですね、やっぱレオセラーレアにですね縦パスを入れた、そこねどうにかこうね彼が体を、下木田、そして中川、小池が右走ってきている、その小池を使う、小池切り返して、ここからマイナス、そして中川シュートだー、決まった、途中出場中川、大きな得点、追加点入ります、横浜 F マリノス。ね、木田がいいインターセプトして、ここで少し判断が遅れたんですよね。接触したことによって逆にいいポジションが取れた感じですね。でファーストタッチでしっかりと左で蹴れるところシュートコースに置いて、そこから巻いてのシュートですね、本当イメージ通り、コントロールからシュートまでイメージ通りだったんじゃないですかね。エウベル、ゴールイラインレオセア、前田大然、同点、追いつきました F マリノス、得点王争い、前田大然追いつきました、23ゴール。ちょっとセットプレー変化つけられたことによって川崎のディフェンスの選手たちがちょっと後手踏みましたよね、はい、ちょっと準備できてなかったですよね。ただこのこぼれ場に対してやっぱ素早く反応したのはやっぱ前田、こういうゴール非常に多いですよね。相手よりも早く反応して、はい、やっぱりね綺麗なゴールとは言えないかもしれないですけど、非常にね価値のあるゴールをたくさん決めてきましたよね今シーズンもね。